ートレース三国のオール女子戦三国レディースカップ、ポイント争いも激化していきます。開催の3日目、水面上は第4レース予選競争です。対戦メンバー1号艇は木村誠紀、2号艇は堀之内清子、3号艇は鎌倉涼、4号艇は藤田美代、5号艇は福島陽子、6号艇は深川真奈美、以上のメンバーで行われます。本番もどうやら大きな動きはなさそうです。枠番通りで待機行動が進んでいきます。人気は2号艇堀之内と3号艇鎌倉と、この2人の組み合わせが人気上位となっています。1コーススタート方向を向いていますのは1号艇の木村佐伯です。ではここ1回の登場、立て直しを図りたい陰線となっていきます。2コース人気を集めた2号艇堀之内清子、昨日は外枠2走2戦2連隊とまとめています。人気の一角に押されます3号艇鎌倉涼が3コースです。プロペラを変えて戦う3号艇鎌倉、3艇が引いて4コース角に4号艇の藤田美代、5コースこのレースは3番人気となります5号艇福島陽子参戦、オール3連隊。タイアウト6コースは6号艇の深川真奈美が入っていきます。本番の枠番通りの進入となります。進入はインコースから1番2番3番4番5番6番です。スタートしました。3コースからトップタイミングは3号艇の鎌倉涼、好スタートを放っていきます。最初の1マーク1号艇の金田が伸び返していきます。3号艇の鎌倉涼と真奈美陸、内側ついては2号艇の堀之内、さらに遅れて4号艇藤田の差しですが、ちょっと手がバウンドしています。内側しっかりと差し抜けていくのは2号艇人気の堀之内清子です。2番手立て直すのは内側1号艇の木村、アウトコースには3号艇の鎌倉、1番3番並んで左右内から5号艇福島、なお4レーススタートは正常です。2号艇堀之内がトップでクリアします。2マーク5号艇の真横滑り込んでいきます。この内側切り込んで1号艇の木村、真ん中あって3号艇鎌倉が入っていきます。ホーム側へと帰ってきます。2番手争いからは1号艇木村が若干前へと出ていきます。アウトコース一定審査で食い下がる3号艇の鎌倉涼、現在は3番手が、その後ろでは内側から4号艇藤田が迫っていきます。21番です。2番手で1号艇の木村、3番手外を続くのが3号艇鎌倉、ちょっと手がバタッバタッとするのは1号艇木村、外から捕まえに行く3号艇の鎌倉涼です。1番3番が再び並走状態、内に1号艇木村、アウトコース3号艇の鎌倉、その後ろでは4号艇藤田が4番手、内側から絡んでいけるか。独走体制は2号艇堀之内涼子、2周2マークをクリアします。1号艇の木村が外を牽制しながらホーム側へと帰ってきます。外を行っていった3号艇鎌倉ですが、やや流れ加減、1号艇の木村が2番手再び上がっていきます。3番手3号艇鎌倉、レースは最終周回、その差現在2艇身、内側切り返すか3号艇鎌倉、いやもう一度外に出していきます。3周の1マーク2番手旋回、1号艇木村が2番手を守れるか、3号艇の鎌倉はここは攻めきれませんで外を回って3番手です。上位体制は2-3の体制、4番手から5号艇の福島陽子、現在は2艇審査の4番手最終ターンマーク、ここは仕掛けていけるか、3番手争い、先頭人気に応えます、差し決まった2号艇堀之内、2番手は1号艇の木村、3番手内側から先前放って5号艇の福島、これはしっかりと差してかわしていきます、3号艇の鎌倉涼です。先頭2番堀之内五輪、2番手で1番の木村五輪、3番手3番鎌倉五輪、5番の福島、4番の藤田、そしてラスト6番深川五輪。三国レディースカップ予選3日目の戦いもレースは中盤戦へと進んでいきます。水面上は第5レースの予選競争です。対戦メンバーは1号艇平田さやか、2号艇中里優子、3号艇小林康奈、4号艇五反田忍、5号艇田口節子、6号艇今井美也、以上のメンバーで行われます。本番では3号艇の小林シャスのピット離れついていきまして、現在定段ばかりの状態、待機行動が進んでいきます。このレース人気の中心に押されるのは5号艇の田口節子、相手には五反田あるいは中里または平田といったところに票が続いていきます。1コースには1号艇の平田さやかです。並んで2コースに 2号艇の中里優子、
昨日2走はともに1点でありました。1着3着の走りだった中里です。本番3コースには3号艇の小林康奈です。3選手が引いていきまして、4コースの角に本番は4号艇の五反田忍。3戦ここまでオール3連隊。このレースは人気の一角です。本番5コースとなりました。人気の中心は5号艇の田口節子。昨日後半刺してシリーズ初白星をマーク。ファイアウト6コースは6号艇の今井美也です。本番は枠番通りの進入となりました。インコースから1番2番3番4番5番6番スタートしました。あまり差はありませんが、3コースから外が若干好スタートか。まずは1マークへと向かっていきます。インから1号艇の平田が乗り返していきます。2号艇中津の内側を狙って外に行くのは4号艇五反田に、さらに6号艇今井美也、全速旋回ですが、これは流れていきます。5号艇の田口も内側狙っていきましたが攻めきれません。内をついていきました。2号艇中里優子が差して抜けています。1号艇の平田アウトコースには4号艇五反田、内側から5号艇田口。5レーススタートは正常です。2号艇中里1周2マークをトップでクリア。2番手旋回から内側を狙ってくるのは1号艇平田。平田が懐を狙いに行きますが、これは狙いきれません。さらに内々を通りまして4号艇五反田が入っていきます。先頭は2号艇中里。2番手争い持ち込んだ内側から4号艇五反田、アウトコースには1号艇平田。人気を集めた田口節子はスコッタイタ、現在4番手で1対1です。レースは2周1マーク、2号艇中里クリア。2番手内側を回る1号艇五反田、外に行くのは1号艇平田。平田全速旋回受け止めます。4号艇五反田です。五反田下が内側に、外には1号艇の平田。2番手争いからインコース、4号艇五反田が一定審判リードを取っていきます。人気を集めた5号艇田口が3番手から3停止間4番手となっています。切り返しからもう一度2番手争い仕掛けるのは1号艇平田、しかし手がちょっともたもたしています。5号艇の田口がその内側飛び込んできまして、さあ3番手争い捕まえに行くのは5号艇田口。レースは最終周回です。前は中里五反田、3番手争い内側から5号艇田口が捉えます。アウトコースには1号艇平田、5番1番が並走状態、後方6番今井に3番の小林となっています。3番手争い内側からここは優勢に運んでいきます。5号艇田口セットです。1号艇の平田差し返しを狙いますが離されます。4番手となっていきます。3番手上がりました。5号艇田口、上位体制は 2-4-5 の体制となっています。差し決まりましたのは2号艇中里優子、シリーズ2勝目へ向かいます。2番手は4号艇五反田、3番手に5号艇田口と回って最後の直線コースです。上位体制 2-4-5 ですと3連単は 21.7 倍のオッズです。先頭2番中里ゴールイン、2番手で4番五反田ゴールイン、3番手5番田口ゴールイン、1番平田、6番今井ゴールイン、ラスト3番小林ゴール。本番も4号艇の道上千夏が人離れは後手を踏んで外に出ていきます。前半戦のラストカードを迎えました三国レディースカップ開催3日目、水面上は第6レースの予選競争です。対戦メンバー1号艇は東堂理香、2号艇は八島紀美子、3号艇は中谷智子、4号艇は道上千夏、5号艇は金田由紀子、6号艇は寺田知恵、以上のメンバーで行われます。4号艇の道上が外に出される格好を5号艇、カナダ6号艇、寺田とそれぞれ1つずつ内に構えていく待機行動です。インコースには1号艇、地元の東堂理香が構えていきます。2コースには2号艇の八島紀美子、プロペラを変えましての参戦となります、この一戦。3コースにはこのレース人気の1人です、3号艇の中谷智子。3選手が引いていきます4コース角、こちらも人気の1人、5号艇の金田由紀子、1日2日目ともに2戦2連隊の活躍です。5コースは6号艇、こちらも人気の一角を担う6号艇の寺田知恵、昨日内枠2走しっかりと連勝をマークしています。スタイアウト6コースには4号艇道上千夏、オープニングカードで2着でした。スタート展示同様の並び、進入はインコースから1番2番3番5番6番4番スタートしました。4コースの角から5号艇のカナダ行く好スタート、そのまま内を締めていきます。5号艇のカナダが角まくりの体勢、1号艇の角の内側を回っても引っかかります。外続いていくのは6号艇の寺田、内側切り込んでいきますのは2号艇安島、さらには4号艇道上と入ってきます。
ガードから5号艇の金田幸子が一撃入れまして、あっという間に蹴りをつけています。2番手は1号艇東堂が立て直しました。そして3番手争い外6号艇寺田、内側4号艇道上、スタートは正常です。さらに内側からは3号艇中谷あたりも突っ込んできます。3番手旋回3号艇中谷、しかし全速旋回6号艇寺田、寺田知恵がここは後ろを振り切っていきまして、そして1号艇東堂を捉えに行きます。レースは2周目入っていきます。2番手踏ん張る1号艇東堂、アウトコース一定審査6号艇の寺田が追走していきます。先頭独走体制5号艇の金田一歩です。2番手旋回1号艇の東堂理香、ここは外を進むような感じ6号艇の寺田がバック側へと抜けていきます。2番手3番手の定冠やや広がっていきます。地元東堂理香2番手踏ん張っています。3点心相手6号艇の寺田知恵が現在は3番手、後方さらに相手3号艇中谷、あとは2号艇八島、4号艇の道上と続いています。2周にマーク独走体制5号艇の金田一歩です。2番手は1号艇の東堂理香、3番手6号艇の寺田と回ります。寺田知恵もここは差を縮めることはできないか。5-1-6 の体制、レースは最終周回へ入っています。4番手には3号艇人気の一角でした中谷、後方には2号艇八島、4号艇道上と競り合っています。2番手旋回1号艇東堂、内側突っ込んでいきますが、6号艇寺田差を縮めることはできません。ここも全速展開果敢にかわしていった1号艇東堂理香、2番手をキープ、3番手6号艇寺田、上位体制は 5-1-6 の体制です。先頭角から好スタートで5号艇金田幸子シリーズの3勝目へ向かいます。2番手は1号艇地元の東堂を踏ん張って、3番手6号艇寺田最後の直線コース、上位体制 5-1-6 ですと3連単は32倍を示しています。先頭5番金田ゴールイン、2番手で1番東堂ゴールイン、3番手6番寺田ゴールイン、3番中谷ゴールイン、7番八島、4番道上ゴールイン。本番3号艇の加藤夏希のピット離れはついていきまして、現在枠なりの状態となっています。ボートレース三国オール女子戦、三国レディースカップ3日目の競争もレースは後半戦へと折り返しまして、第7レースの予選競争です。対戦メンバー1号艇岸恵子、2号艇三浦恵里、3号艇加藤夏希、4号艇高橋敦美、5号艇弘中千佐、6号艇坂本尚、以上のメンバーで行われます。本番ピット離れはついていきました。3号艇加藤夏希枠を主張していく構え、枠番通りの待機行動水面となっています。内枠に構える格上2人の組み合わせが人気を集めた7レースの予選競争、インに構えるのは1号艇の岸恵子です。人気の一角を担ってのイン戦、2コースには2号艇の三浦恵里、こちらも人気の1人です。昨日の前半戦で白星をマークしています。本番3コースには3号艇地元の加藤夏希です。今日のオープニングカード3着でした。3選手が引きましての4カードに4号艇高橋厚美、5コースは5号艇の弘中千佐へ中間着が続いています。ダイアウト6コースとなった6号艇の坂本尚です。本番は枠番通りの進入体系、インコースから1番2番3番4番5番6番です。スタートしました。2コースからは2号艇の三浦恵里コースタート、さらには4号艇高橋、5号艇弘中、この辺りもいいスタートはまずは1マークです。1号艇の1点繰り返していきます。内側狙ってくるのは3番手の2号艇の三浦、さらに2番手で5号艇の弘中、外を行った3号艇加藤は流れていきます。1号艇岸の逃げを内側から捉えていきます。そして2号艇の三浦恵里、2号艇三浦に1号艇岸と人気の2人のトップ争いです。3番手の位置には5号艇の弘中優勢、内側には3号艇加藤、スタートは正常です。内側から2号艇三浦が先手を取っていきます。差し返しを狙っていくのは1号艇の岸、ここで振り切ってくる2号艇の三浦恵里が先頭です。2番手には1号艇の岸井恵子、岸の元には5号艇の弘中、現在3番手から迫っていきます。レースは2周目入っています。2番手3番手定冠は現在一定身から一定身半、内側から4番手は3号艇の加藤です。2周の1マーク、2番手旋回は1号艇岸です。外を牽制しながら回っていきます。しかしちょっと流れるか、それでも5号艇の弘中外を続いていきますが、2番手3番手は定冠広がっています。2番手1号艇岸、3番手5号艇弘中、この現在3艇身から4艇身が来ました。後方少し空いて3号艇の加藤、さらには4番の高橋、最後方6番坂本という展開です。2周にマーク独走体制、2号艇三浦が帰ってきます。2
2番手は1号艇の岸、3番手5号艇廣中、レースは最終周回へと入っていきます。2-1-5 の体勢です。4番手以降は離されました。3番の加藤、そして4番の高橋、最後方に6番の坂本と続いています。3周の1マーク、独走2号艇の三浦にトップ旋回です。2番手は1号艇岸、3番手5号艇の廣中と回りまして、最後のバック外角艇抜けていきます。人気回路の決着ということになりそう。上位体勢は 2-1-5 の体勢です。ただし迫りまして、そして2マーク先取りました2号艇の三浦リシリーズの2勝目へ向かいます。2番手こちらも人気の1号艇岸、3番手は5号艇廣中回って、最後の直線コース2-1-5ですと3連単は人気回路の 6.2 倍を示しています。先頭2番三浦五輪、2番手で1番の岸五輪、3番手5番の廣中五輪、3番加藤、6番高本、4番高橋五輪。この時間上空からは雨足強く降っているコンディションとなっています。開催3日目の三国レディースカップ、続きましては後半戦の2つ目第8レース予選競争です。本番もコース取りコース争いが注目となりますが、本番は1号艇鈴木成美も枠番を主張する構え。対戦メンバーは1号艇鈴木成美、2号艇藤田美代、3号艇魚谷香織、4号艇松本明恵、5号艇水口幸、6号艇大塚晴美、以上のメンバーで行われます。本番ではしっかりと枠を主張してみせます1号艇の鈴木成美のインステンとなっていきます。並んでいきます2コースに3号艇、このレースは人気の中心魚谷香織です。昨日は連勝しっかりとポイントを稼いだ魚谷です。そして3コースが6号艇の大塚晴美、スローの4コースに2号艇藤田美代が続いていきます。2艇が引きましての5コース、角は5号艇の水口幸、人気の対抗格、連勝こそ止まりましたが昨日も2戦2連敗です。そして再アウト6コースとなったのは4号艇の松本明恵、松本は今日の3レースは2着でした。スタート天使とは並び変わりまして4対2に分かれています。進入インコースから1番3番6番2番5番4番でスタートしました。外の2人が好スタート、5号艇水口、4号艇松本いいスタート、5角から5号艇の水口幸がまくりに行きます。内側1号艇鈴木が突っ張りますが、ここは一気にまくり切る5号艇の水口です。そして4号艇の松本だけ真ん中を割って切り込んで、内側には3号艇の魚谷も入っていきます。しかし5号艇の水口幸がここは5コース角からのまくりを放っていきました。4号艇の松本アウトコース、内側から3号艇魚谷に迫っていきます。なお8レーススタートは正常です。5号艇水口トップでクリア、内側から先手を取って3号艇魚谷です。この懐を狙ってくるのは4号艇松本、松本明恵しっかりと刺していきまして2番手争いから前へと出ていきます。4号艇松本が2番手、3番手に3号艇魚谷です。先頭2番手3番手それぞれ2艇進といったあたり、レースは2周の1マークです。5号艇の水口がトップでクリアします。2番手旋回から4号艇の松本、3番手で3号艇の魚谷です。魚谷内側から4号艇の松本を捉えていけるか、迫ってきますのが3号艇魚谷です。アウトコースには4号艇松本、まだ2艇進リードがあります松本です。迫ってくるか3番手3号艇魚谷、後方離されましたのは2号艇藤田、1号艇鈴木、最後方6番の大塚という展開です。2番手ターン4号艇の松本、3番手からもう一度懐を狙ってくるのは3号艇魚谷です。魚谷が差を縮めていけるか、アウトコースに4号艇松本、レースは最終周回です。迫ってきました3号艇魚谷がその差を一定心と迫って内側から上がってきます。先頭は5号艇の水口幸です。3周の1マークをトップでクリアしていきます。内側から先手を取るのは3号艇魚谷、魚谷先手を取ってその内側を差し返す4号艇松本です。松本内側ついていきましたが、前にいるのは3号艇魚谷、魚谷が今度は2番手争い前へ出ます。内側しかし毛先を残す4号艇松本、3番4番2番手争い最終ターンマークです。5角からスタート決めて5号艇水口、シリーズはこれは4勝目。内側から先取る4号艇の松本、差していきます3号艇魚谷と3番4番接戦状態、最後の直線コースへ帰ってきます。内3番外4番並んだ状態、先頭は5番の水口が五輪、内側3番魚谷優勢五輪、3番手4番の松本五輪、2番藤田、1番鈴木、最後方で6番の大塚五輪。
梅雨のシーズンということで雨が降ったり止んだりという状況ですが、現在の状況曇り空ということになっています。ボートレース三国、三国レディースカップの予選の3日目は終盤戦に入りました。これから行われますのは第9レース予選競争です。1号艇は堀之内清子、2号艇は佐藤幸子、3号艇は池田明美、4号艇は平田さやか、5号艇は大原優子、6号艇は新田よしみ、以上のメンバーで行われます。今日1回走りなのがここまで1着ありませんが、オール3連隊の2号艇佐藤幸子、一方今日連勝目指しての登場となったのは1号艇堀之内、3号艇の池田、そして6号艇に行ったこの3人ということになっています。人気は堀之内、池田、そして新田に集まりました。この9レースの予選競争です。1号艇堀之内、初戦4着でしたが、あとは1着2着1着と並べています。近況のリズムの良さが目立っています。1号艇堀之内1コース、そして2コースに構えたのは2号艇の佐藤です。池田明美は前半レース外5コースから見事なまくり出し、通算500勝をマークしました。スローの3コース角を取っていきました。フライング持ちですが、自分のスタートいけるか。4号艇の平田、そして5コース6コースですが、6号艇新田が4コース、そして平田が5コースです。そして5号艇方から6コースになりました。角は新田です。インから1番2番3番6番4番5番です。スタートしました。好スタート。インから1号艇の堀之内、センターから3号艇から4コースから6号艇新田が好スタート。逃げの体勢を作る1号艇堀之内、それを見て橋構えとなったのは3号艇池田明美、ちょっと回っていったのは2号艇の佐藤幸子、そして6号艇今度は攻めてきた新田、後方は4号艇平田、5号艇大原となりました。1号艇堀之内を捕まえたが3号艇池田明美、池田の差しが伸びてきて今度は2手の突破レスに割って入るか。3番手から2号艇佐藤、9レーススタートは正常です。先頭3号艇池田ホームストレッチへ、そして2番手外回ったのは1号艇のバウンドしたら堀之内、それを2つ打ちをついた2号艇佐藤となっていますが、なんとか2番手キープ。一定心リーダー1号艇堀之内、3番手は2号艇佐藤となっていまして、後方6号艇に行った4号艇平田、そして5号艇大原が最後方です。3号艇の池田、西内マークの旋回突っ張っていった。2号艇の佐藤は佐藤ですが、踏み切ってかわしていった1号艇堀之内京子、現在2番手の3番手の低下はほとんどありません。直線で今度は2号艇佐藤が食らいつきます。アウトコースは1号艇堀之内、今度は2艇の2番手の線になってきました。へさき少しかかって2号艇佐藤ですが、振り切りにかかったのは1号艇堀之内、しかしへさきをかけて今度は競り合ってくる2号艇佐藤、外から握っていく1号艇堀之内、堀之内のターンですが、それにも踏ん張るか。バウンドまたして打ちをついたのは2号艇佐藤、佐藤が食らいついて今度は1号艇堀之内を捉えています。並走今度はインコース2号艇佐藤、アウトコースは1号艇堀之内、3人1の体制か3-1の体制か、最終周回の1マークです。この間に独走は3号艇先頭池田明美、そして2番手ですが先に待っていった2号艇佐藤さんと打ち着いた1号艇堀之内、またまた手が浮き上がってここで2点心3点心につきました。やはりトップバッターのいるか。2号艇佐藤が現在2番手の上逆転成功、3番手に交代は人気の軸1号艇堀之内、両の体系現在は3-2-1の体制です。このまま3連単3-2-1ですと 30.2倍、最終ターマーが熟成コース突っ張っていった1号艇堀之内、握っていった2号艇佐藤、接戦のまたまた2番手争いになって間もなくゴールです。先頭3番手池田は今日連勝の5厘、2番手争いはわずかに2番の佐藤5厘、1番堀之内5厘、6番新田、4番平田5厘、ラスト5番の大原5厘。ボートの予選の3日目、オール女子戦三国レディースカップ終盤戦の戦いが展開されていきます。これから行われますのは第10レース特賞です。1号艇は古賀千秋、2号艇は五反田忍、3号艇は谷川理恵、4号艇は寺田知恵、5号艇は笠野幸恵、6号艇は福島陽子、以上のメンバーで行われます。人気となったのはここまでオール3連隊リズムの良好の2号艇五反田忍、昨日は連勝マークでしたが、今日の前半レースは外枠から3着だった4号艇の寺田知恵、さらにはなんとかここは巻き返しをしなければいけない状況なのはキャブレター、そしてプロペラ交換の3号艇谷川です。外枠の福島の動向注目でしたが、結局チルトはマイナス 0.5 での戦いです。1号艇古賀が1コースに入りました。前半レース4着だったオープニングカード小賀千秋、
やはりスタートが大きなポイントとなりそうです。五反田忍が2コース、3号艇の谷川3コースです。角を取っていったのが4号艇寺田、福島陽子はスタートで2通り5コース、そして大外のコースは前半レース同様大外回りですが、その時は3着3連単の船券に貢献しました笠野が6コースです。3対3の進入スタイル、スタート手に通りの並びとなりました。第10レース、特勝です。インから1番、2番、3番、4番、6番、5番です。スタートしました。コースタートインから1号艇、2コースからスイッチプロベット、5号艇、5段でセンターから3号艇、谷川コースタート。1周1マーク先回りする1号艇、5段ですが、2コースから先回りは2号艇、5段だ。5段だ、先回り、あっさりと決まりました。刺していったのは3号艇、谷川と4号艇、寺田、打ちをついた6号艇、福島陽子。1号艇、小川5番で最高は5号艇、笠野。天神争い、そして2番手争いが接近戦が、3号艇の谷川のへさきをかける6号艇、福島陽子。第10レース、特勝。スタートは正常です。2号艇、先頭、5段だ、ホームステッチへ握っていった4号艇、流れたのは寺田。この間に6号艇、福島陽子は現在2番手、逆に大きく流れていった4号艇寺田、4番手に交代、変わって2番手の3番手の定冠一定審査、6号艇福島2番手、3番手は3号艇谷川、263の体制となりまして2周1マークの旋回です。2コースから圧勝劇となりました。2号艇先頭は5段手忍び、そして2番手のクリアは2番手の先生戦となった立ち合戦の中で出したのは6号艇福島陽子、3番手は3号艇の谷川と263の体制、体制変わりません。4番手4号艇寺田、5番手以降は5号艇笠野、1号艇古賀、今日の台形は263の体制で西乗りマークの旋回です。西乗りマークの旋回、先頭でクリアとなりました。インのここをあっさりと叩いて曲がり切りました。先頭2号艇の五段田忍、これでシリーズ2勝目が濃厚となりました。そして2番手以下は混戦までを取らながら西乗りマークのマクシロイダ、6号艇福島陽子が2番手、3番手単独3号艇谷川ですが、4番手からじわじわと定冠詰める4号艇の寺田家、それでも現在3番手の4番手の定冠は5点審査です。先に待っている3号艇谷川ですが、この台上の調整とおっと振り込んだがバランスを崩しか6号艇福島陽子、一気に迫って今度は3号艇谷川と4号艇寺田、2番手3番手4番手の攻防が接近戦となってきました。6号艇福島か、それとも3号艇谷川か、4号艇寺田か、2着からせいが大激戦、ラストアーマーク打ちをつく4号艇寺田、外からかわす6号艇福島全速戦、打ちをついた3号艇の谷川に2番手3番手4番手の攻防は激戦との最後の直線、まもなくゴール、先頭は2番の五反田五里、2番手争いは3番の谷川、4番寺田、6番福島五輪、そして5番の笠野、そして1番の小賀が五輪。多少風が先ほどだった競争水面ですが、終盤に入って風がほとんどない静かな水面となってきています。三国ボートのオール女子戦三国レディースカップは予選の3日目の終盤戦のカードを迎えています。明日は早くも予選最終日ということで、ポイント争いもますます激しくなってきています。これから行われますのは11レース、ポイントアップのレースは記者特選です。1号艇は鎌倉亮、2号艇は岸恵子、3号艇は田口哲子、4号艇は中谷智子、5号艇は渋田春代、6号艇は三松直美、以上のメンバーで行われます。明日予選最終日に向けては、この絶好枠を何が何でもものにして、その予選のラストに臨まなければいけないのは絶好枠1番人気1号艇鎌倉亮、そしてドリーム組ですが、ドリーム1号艇でまさかの4着と敗れまして、こちらはまだここまで1勝しかしていないのが3号艇の田口哲子、この2人が人気を集めています。3連単ですと134、132が10倍以下ということで人気となっています。その真ん中に挟まれた2号艇岸恵子、こちらが3コース2コースに構えて、田口節子が3コース枠番通り、そして角を取っていったのは4号艇中谷智子、5コースは5号艇渋田、昨日は好レースを見せました2着2本マークしています。大外6コースに6号艇の三松、11レースの北口線インから枠番通りです。1番2番3番4番5番6番です。スタートしました。踏み込んだトップスター3コース、3号艇竹内2コースから2号艇来て、インコースから1号艇鴨がスプリットを伸ばせるか、1号艇鴨寺亮が先に回る、竹内から2号艇来て、岸恵子、そして2番手から3号艇竹内も迫ります。とどまっていった4号艇中谷、後方は5号艇渋田、6号艇三松となりましたが、スタッシュを許しました。ミニコースからスプリッター2号艇来て、2番手から3号艇竹内も迫る、アウトコースは1号艇人気の鎌倉です。
タートは正常です。2コース差し置き目だ。2号艇岸慶子後ろにマーク、握り合いとなった2番手の水は1号艇鴨倉、無事に割った3号艇田口ですが、その後握って1号艇現在鴨倉2番手優勢、3番手は今度は3号艇田口、4番手から迫った5号艇渋田、渋田が追い上げて今度は迫ります。一定審査がさらに最内は4号艇中谷、レーサー2周1マークの展開、まだ3着争いですが混戦です。内をつく4号艇中谷が迫り回っていく、外から今度は連続戦3号艇田口です。しかし周りは少々苦しいか、内をついた5号艇渋田、それでもなんとか残しました。3号艇今度は田口、1号艇鎌倉に捉えて今度は1機に、2番手の3番手の定冠が2点審査まで迫ってきました。2番手の3番手の攻防は目の離せない状況で日露にマークの展開です。独走態勢2号艇騎士は2コースから差し切っています。ホームスレッチへ、そして2番手ですが1号艇鎌倉亮、3番手外回っていった3号艇田口、近くここで日露にマークのホームスレッチ6点審7点審差が広がりました。上路体系は2号艇騎士、2番手追走1号艇鎌倉、3番手は3号艇田口、213の体勢で最終周回の1マークに向かいます。2号艇騎士が最後のバックスレッチへ、そして2番手のクリアーズランクルは1番手に1号艇鎌倉、3番手ですが1回4番手に取られた3号艇田口ですが、道中なんとか3番手を取り切って、後方は5号艇渋田、そして4号艇中谷、6号艇三松が最後方で最後のバックスレッチからラストターンマークの旋回です。3連単の213ロッツですが 20.8 倍、最終ターンマークが直線コースに戻りました。2号艇騎士はシリーズ2勝目を飾ります。そして2番手は1号艇残しました鎌倉、3番手追い上げました田口は3番手まで、先頭2番の岸五輪、2番手は1番の鎌倉五輪、3番手は3番田口五輪、5番の渋田五輪、4番の中谷五輪、6番三松ラストで五輪。明日は準優準優勝を目指す戦いですが、得点率7点を超える現在ボーダーラインということで非常に厳しい戦いとなってきています。予選の3日目もいよいよ最終レースを迎えました三国レディースカップオール女子戦、これから行われますのはワンポイントアップレースです。これから行われますのは12レースカニボー選抜です。1号艇は三浦恵里、2号艇は森岡真希、3号艇は渡辺千草、4号艇は橋原香里、5号艇は魚谷香里、6号艇は金田由紀子、以上のメンバーで行われます。前半レースで冷静さが勝りました1号艇三浦恵里はここまで2勝をマークしています。ドリーム戦の大敗ポイント挽回に成功しています。1号艇三浦、このレースは人気の中心です。森岡真希、渡辺千草もここまで1着はありませんが、しっかりと2着3着並べてオール3連単をキープしています。58号機、数字以上のパワーを秘めています。2号艇、森岡2コース。センター3コースに構えたら3号艇、渡辺千草。2着3本、3着2本のここまでの成績。角を取っていきました4号艇、前半は陰線2着でしたが、鋭いスタートを見せました4号艇の橋原。徐々ながらペースは上がってきています。5号艇、魚谷香里が5コース。そして現在、ここまで単勝2着2本の体が大外6コースです。12レースカリボー選抜インから枠番通り1番2番3番4番5番6番です。スタートしました。コースタート5コース、5号艇渡りセンターから3号艇渡辺、インコースから1号艇三浦がコースタート、1号艇三浦が逃げていく、5コースからバトル、5号艇渡辺ですがこのバトルは届かず、打ちすくっていったのは3号艇渡辺千草となりました。この間に抜け出した1号艇先頭三浦が4艇身リード、とと思い切って仕掛けた5号艇5台2番手、3番手ふさきはかかるが3号艇の渡辺、後方は4号艇橋原、6号艇から2号艇森岡となりました。12レースカリボー戦はスタートは正常です。とと握っていく5号艇5台、3号艇渡辺こらえることができません。5号艇渡辺全速戦決まって2番手取り成功、4艇身5艇身リード、3番手で交代となったのは3号艇渡辺、上路台形現在は1号さんの体勢で4番手から今度は泳げる、得意の形に持ち出すか4号艇橋原、レーサー2周1マークの旋回ですが抑えたのは3号艇の渡辺チッカ、2周1マークの旋回からバックステージ木南を6球で3番手キープとなったら3号艇渡辺、先頭は1号艇宮野が同等人気に応えて5艇身6艇身リード、そして1周1マーク加冠、そして2マークも全速戦決まりました。渡辺との接戦を競り勝った5号艇の魚谷が2番手、3番手は3号艇渡辺、1号さんの体勢変わりません。西野にマークの旋回からホーム直線コースです。どうやら10倍を切るインスタイルの決着、この12レースのカリボー選抜両の台形は1号3の体勢となっています。4番手以降6艇審査で4号艇橋原、後方は6号艇体2号艇森岡、最終周回の1マークに向かいます。
1号艇三浦スリット号の目で先制策を見せました。最後のバックスレッジ、今日は連勝で締めるということでポイントアップジャンパン成功です。先頭は1号艇の三浦エリ、そして2番手でクリアとなったのはこちらも2着日本で今日はまとめそう5号艇渡り、3番手も単独、3号艇渡辺はどうやらオール3連打キープとなりそう。3連単1号3のオッズですが10倍キロオッズの 8.4倍、最終ターンマークが直線コースに戻りました。1号艇三浦が仮放先発を制します。2番手は5号艇渡り、3番手も3号艇渡辺が取り切りました。人気に応えました先頭1番の三浦ゴリ、2番手は5番の魚谷ゴリ、3番手は3番の渡辺ゴリ、4番橋原ゴリ、6番体2番の森岡、ラストでゴリ。第12レースの確定をお知らせいたします。1着1番、2着5番、